スロー、クイック、クイック、スロー、クイック、クイック、スロー、クイック、クイック、スロー、クイック、クイック。これらのですね、アウトサイドスイブルは数字とかで説明してますように方法4まであるんですけれども、うち2つはオープンプロムナードとかオープンフィニッシュですね。オープンフィニッシュから入るアウトサイドスイブルですね。ちなみに細かいことが気になる人もいると思うので、オープンプロムナードというのはこのステップですね。このスロー、クイック、クイック、スローですね。クローズドプロムナードで、クローズドプロムナードはここで足を揃えますが、それを外にこう出した、ね、そこからスイブルをして、まあこういうふうにこの部分も含めてアウトサイドスイブルありますから、シュッとして、クローズに戻ってもいいし、まあ、場合によってはこの PP で終わってもいいわけですね。 PP で終わるのは一応教科書的には許されてないので、ベーシックフィギュアだけしか使えないというコンテストとか競技会においてはダメなわけですけど、別にメダルテストとかそういうのは別にそういう規制があるわけではありませんのでね、自由自在に PP で折ることもできます。で、オープンフィニッシュっていうのは最後はオープンプロムナードみたいなんですが、例えばリバースターンをクイック、クイック、スロー、いつもこの揃えて終わるところを今と同じような感じに開いて終わればオープンフィニッシュになりますね。オープン、開いて終わる、フィニッシュですから終わり方ですね。そうすると今のようにスイブルをしてクイック、クイックでまた次のステップにね、続けられることになるわけですけれども、でそういうオープンフィニッシュタイプから、するスイブルはまあごく普通に覚えておいてほしいのは、そのまま同じ方向に戻ってタップをすると。それから2つ目のタイプは逆にリバースアウトサイドスイブルっていうですね、今説明したのは男性はこういうふうに出てほとんどこのまま戻るだけですね、まあ、ただ方法にはそれを少し回転しますので、少しだけ左の方に回転しますが、要するに前進したのを戻るというタイプですが、そうではなくてリバースアウトサイドスイブルは全体が左回転になりますね。これが今のはね、すごく今の方に戻りますけども、今のはこれはこういうふうにね、どっちで、まあ、回転はないというかね、左にも行かないし、まあ、そんなに右にも行かないというね感じです。で、大きい2つ目のタイプね、大きいタイプ分け2つのうちのもう1つは、リバースターン、オープンリバースターンの3歩目で男性の方がこういうふうにワイパーのように足を回すと、男性の方がワイパーのように、自動車のワイパーのように足を回すという、リバースターンから入るので、さっきのオープンフィニッシュから入るのとはかなり違いますね。で、まあ、その大きい2つですね、オープンフィニッシュから入るものとリバースターンから、オープンリバースターンから入るものなんですが、教科書は4つあって、最初の2つはそのオープンフィニッシュね、もしくはオープンプロムナードから入るものなんですが、1つ目は全く男性がこの回転がないですね。ここから回転なしで下がって同じ方向で終わるタイプで、2つ目はそれを、90度左に回転して終わるんですね。これはなぜかということなんですが、1つはこのままだと使いにくいのがあるんですね。大体ちょっと細くなっちゃいますけど、スタートからはウォーク2本して、でリンクなどをします。そして LOD 方向にオープンプロムナードとかオープンクローズドプロムナードするのは普通ですよね。でそれをオープンプロムナードにして、今のようにこうやってこうすると悪くはないんですけど、またカメラ目に行くので、ここら辺にも壁があるところではぶつかってしまうので使いにくいですよね。まあ別に5ステップとかすれば向きは変えれますね。で5ステップすれば中央斜めに行くので、ここからビューンとやって、今のを使ったら、ここからは例えばフォーラウェイリバースとか道が開けますが、まあ先ほど一番最初に言ったようにスイングした後また同じ方向にね行きにくいっていうのはあるので、そういう際に、まあ、
一つの工夫として今のこのアウトサイドスイングルをここから90度ね、こちらの方にピンピンにすれば、こうした時にそのままここからフォーラウェイリバースとかね、いけるという、そういうまあ使いやすさが生じるので、90度あの左に回転して終わると。これがタイプ2ですね。で、まあ、方法2というですね。で、3つ目はあの今度は大きく分けた2つ目になるので、これはもうリバース、アウトサイドスイングで、これはあのいきなり回転を多くするんではなくて、まずは中央斜めにリバースターンをしながら、少し回転をね、そして、こういうふうに、まあ、壁に向くと、ね。壁に向く。まあ、これも確かに壁に向いてるので、使いにくい面もありますが、まあ、例えばここからコントラチェックとかね、コントラチェック、PB とかで使うことは一回、いくらでもできます。そして方法4は、これをさらに回転を多くして、壁という垂直の向きよりは壁斜めに PP になった方が PP もしくはクローズになった方が使いやすいので、ここからさらにクイッククイック、スロー、そしてクイッククイックとね、まあ壁斜めになるわけですね。ただし壁斜めになったからといって別にこれは1番目の あの終わり方と一緒で、また壁斜めウォークも、壁が迫っていたらウォークもできないのでね、あの4ステップとかで向きを変えないといけませんけれども、ね、もう一回やってみます。足が切れちゃったから大丈夫かな。ね、こう来て、クイック、クイック、スロー、クイック、クイック、ね。で、まあ、また確かに5ステップとかね、いろんなものをして向きを変える必要はありますが、まあ、このようにね、あの、4通り、アウトサイドスイブルはあります。で、さらに余分なことを言っておくと、アウトサイドスイブルがあるなら、インサイドスイブルというのはないかという質問なんですけども、あります。ありますけれども、ベーシックのルーティンの中ではありませんので、テクニックブック、教科書を見てインサイドスイブルというのを探してもありません。これはバリエーションとしてね、踊られますが、これはこれですね。例えば今、アウトサイドスイブルをしたとしましょうか、ね。アウトサイドスイブルしましょう。スロー、ね。で、クイック、クイックとこう、タップ、あ、じゃなくて、クイック、クイックとこうしますね。見やすいようにこっちがしましょうかね。ですから、近いかな、ね、オープンプロムナードをしました、ね、そしてアウトサイドスイングしました。でクイッククイックとこうしましたね。でそこからこういうちょうどスピンターンのこの第4歩目ワンツーとするような同じ状況に今なってるわけですが、そこからこうしながら女性だけをスイングさせます。これはそうすると足が中に入ってきてますもんね。だから先ほどのはこうですから、アウトサイドでね、女性の足出てますから、これでぐるんとスイブルをするのでアウトサイドスイブルというわけじゃありませんか。それを今度は中に入れてるので、このままぐるんとこう回るのね。で男性が一緒に回っちゃうとあのおかしくなるので回す方ですから、男性の振る舞い方としてはさっきのアウトサイドスイブルと一緒ですね。そうするとこうなって、ではまたクローズに戻してもいいし、クローズに戻すと忙しいので、こうやってきたら、PP にしたりして、次のところ行けばね、いいので、これはインサイドスイブルというですね、またはインラインスイブルとも言いますので、こういうのもまああるということですね。要するに、ね、女性が、ね、こうなるとこれ外側ですよね、外側に出て回るので、アウトサイドなスイブル。アウトサイドな、サイドなというのもおかしいと思うんですが、アウトサイドのですね。で今度は中に入る、中に入って男性も少しだけスイッシュ、そしてクイッククイック、これはベーシックステップじゃありませんのでね、先ほど何回も言ったように、あのベーシックの教科書には掲載されておりませんので探してもありませんけども、バリエーションとしてはね、存在しますので覚えておくとよろしいでしょうかと思います。スロー、クイック、クイック。スロー、クイック、クイック。